9歳でデビューした美空ひばりさんは、昭和22年に地方巡業をしている途中、大豊町でバス事故に遭い、九死に一生を得ました。その後、町内にある国の特別天然記念物、杉の大杉に、日本一の歌手になれるように、と願をかけました。帰郷後、美空ひばりさんは、日本一のスターへの道を歩み、14歳の時に、当時お世話になった方々への、挨拶を兼ねて大豊町を訪れ、日本一の誓いも、新たに、杉の大杉に参拝しました。大豊町では、美空ひばりさんゆかりの地として、その業績を称え、いつまでも、人々の胸に残るようにと、平成5年5月に、杉の大杉のすぐ隣に、大杉の園を整備し、慰霊碑と歌碑を建立しました。嘉永2年、1849年、城下の新町で剣術道場を開く。なお、この道場の門下には中岡慎太郎、岡田伊蔵等もおり、後の土佐勤王党の母体となる。安政3年、1856年、江戸へ出て京新明治流の、桃井俊蔵に学び、塾頭となる。江戸では桂小五郎、久坂玄瑞、高杉晋作など、尊王攘夷派の長州藩士とも交流する。文久元年、1861年、一藩勤王を掲げて坂本龍馬、吉村虎太郎、中岡慎太郎らの、同志を集めて、江戸にて土佐勤王党を結成。2年後には、192名が連番に参加。文久2年、1862年には、藩主山内豊藩への進言を退けた。土佐藩三世で開国。後部合体派の吉田東洋暗殺を指令。暗殺後、東洋派重臣を、藩人事刷新のクーデターにより、要職から追放し、新たに要職に就いた。支給派を、傀儡として、藩政の実権を掌握。藩主山内豊藩を奉じて、京に進出する。上洛後は、藩の他藩を節約として、他藩の志士たちと関わる一方で、幕府に対して攘夷実行を命じる。勅使を江戸に派遣するための朝廷工作に奔走する。応仁の乱を避けた一条のりふさが、荘園、畑将であった中村に、下校し、そのまま戦国大名として土着し、もともとこの地にいた豪族の為松氏が、家老として取り立てられ、その為松氏により築城されたのが、始まりと考えられている。代替わりして一条兼定の時、兼定は、素行が悪く家臣により、豊後へ追放され、その後一条家は、長宗我部元親に攻められ滅亡する。関ヶ原の戦い後、先行により、山内一豊に土佐一国が与えられ、山内一豊の弟安豊が入るが、元和の一国一条令に伴い廃城となった。ジョン万次郎。文政10年1月1日、1827年1月27日。明治31年、1898年11月12日は、江戸時代末期、幕末から明治にかけての人物。日米和親条約の締結に尽力し、その後、通訳、教師などとして活躍した。
ジョン・マン・ジョン・ムングとも呼ばれた。本名は中浜万次郎。なお、ジョン万次郎という呼称は、昭和13年1938年に第6回直木賞を受賞した。ジョン万次郎漂流記ビブセマスジで用いられたため広まったもので、それ以前には使用されていない。宇和島城は、中世紀にあった丸櫛城、板東城の跡に、藤堂高虎によって築かれた近世城郭である。丘陵とその一帯に、山頂の本丸を中心に囲むように二の丸、その北に、藤兵衛丸、西側に大右衛門丸、藤兵衛丸の北に長戸丸、二の丸とも、を中腹に配置し、麓の北東に三の丸、内堀で隔てて侍屋敷が置かれた外郭を巡らせる。
架橋狂わしきの平山城で、東側に海水を引き込んだ水堀、西側半分が海に接しているので海城水木でもある。現在見られる天守などの建築は伊達氏によるものであるが、縄張りそのものは築城の名士と言われた藤堂高虎の創建した当時の形が活用されたと見られている。五角形平面の縄張り、空角の形はじめ空き角の名は八角形平面の城と錯覚させる高虎の設計。この地に初めて築城したのは、鎌倉時代末期に守護として国入りした伊予宇都宮市の宇都宮豊房で、元徳3年1331年のことであると言われている。豊房には子がなく、筑後宇都宮市の宇都宮貞康、宇都宮宗康を養子に迎え、宇都宮氏はその後、国人として200数十年間にわたって南伊予を中心に支配を行うが、永禄の末期に毛利氏の伊予出兵によって降伏した。天正8年に土佐の長宗我部元親と通じた家臣の大野直行によって大洲城を追われた。しかし天正13年1585年にはその大野直行も豊臣秀吉の意を受けた小早川隆景によって攻め滅ぼされ、その小早川隆景が35万石で伊予に入封し、大洲城は一市城となった。その後、戸田勝隆が城主として入ったが、文禄4年1595年に藤堂高虎が入城すると、近世の城郭として整備され、慶長14年1609年には、淡路の洲本から脇坂安春が入城し、この二人の時代に、天守をはじめとする建造物が造営された。また、脇坂安春の時代に、従来の大津から現在の大須に、城名が変更、移設ありされた。元和3年1617年に、宝器米子から6万石で加藤貞泰が入り、以後、加藤氏が12代にわたり大須藩主として治め、明治維新を迎えた。松山城は、松山市の中心部である、標高132メートルの城山、勝山。山頂に本丸があり、裾野に二の丸、二の丸史跡庭園。三の丸、堀の内がある、広大な平山城です。加藤義明公が、1602年から築城を開始し、我が国の築城史上、最長の歳月、四半世紀を、完成までに要した四国最大の城郭で、
現存十二天守の中では、姫路城と並ぶ連立式の天守を有しています。加藤氏は、城の完成前に、会津藩へ転封となり、蒲生氏を経て1635年から、明治維新までの235年間にわたり、審判大名であった松平家の居城となりました。建武2年1335年前後、伊予国の守護であった河野通盛の代に築城され、一族本抜きの地である風早郡川の里、現松山市川野より移住した。天正13年1585年、四国征伐を目指す羽柴秀吉の命を受けた小早川隆景らの軍が侵攻して、金子城主の金子元卓を攻撃の末滅ぼし、湯築城の河野氏も約1ヶ月の籠城の後に降伏した。城に泊まっていた道直は命は助けられたが、2年後に病没した。城は高影に与えられたが、彼の所領は筑前に移された。天正15年1587年、福島正則が城主となるが、ほどなく国部山城に居城を移したため廃城となった。慶長7年1602年、勝山、城山に松山城の築城が開始され、以降、加藤氏、後蒲生氏、松平、久松氏が伊予国松山藩主となる。建築にあたっては、湯築城の瓦等の建材が流用されたことが、発掘調査により判明している。
江戸時代、慶長7年1602年、藤堂高虎によって、築城開始され、慶長9年1604年に完成した。普請奉行として、渡辺亮の名が知られている。今治城完成以前の今治の支配拠点は、唐子山山頂にあった国府城であったが、より能率的な都市経営を目指すため築城された。構造は、三重の堀に海水を引き入れた特異な構造で、当時は海から堀へ直接船で入ることができるなど、海上交通の要所今治らしく、海を最大限に活用した城となっている。日本三大水城の一つに数えられている。南北朝時代、南朝方の武将であった、河野氏の砦の一つとして、土井義政が1337年に川之江城を築いた。その後、戦国時代には、城主は妻取友春になっていたが、土佐の長宗我部治兵衛河野氏に背いて通じたため、河野支配下の川上康勝によって落城した。豊臣秀吉の四国平定以後は、川之江地方は小早川、福島、池田、小川と目まぐるしく領主が変わったが、加藤義明の時代に川之江城は廃城になった。